これね、もうぶっちゃけて言いますよ。じゃあまず G 行為の方から言いますね。 G 行為は気持ちよくなくなりました。これはなんでかっていうと、もうこれシンプルにね、そりゃそうやってことなんですよ。だって皮がずれるあの状態が多分法廷の方からしたらあれが気持ちいいんですよ。でもその皮がなくなってるんですよ。だから違和感なんですよ。そこのそのわーってこう皮がこうめくれる箇所が少なくなってるんですから、そらって思ったんですよ。僕もあれって思ったんですけど、そらせやんなって。 G 行為はそうなるか。だって前回前まではこのズルンズルン、これが気持ちよかったんやからって思ったんですよ。ああ、まあだから G 行為はそうか、こうなったんかって思ったんですけど、これね、動画でも葉山院長とこういうそういう話してたんですけど、これもしも手術されたら、もし、これも人によりますけどっていうのでね、大前提にそれを踏まえて言ったんですけど、早漏がなくなるかもしれないですっていうことで、言ってもらったんですけども、僕はね、性行為に関しては逆でむちゃくちゃ気持ちよくて、これだからもう逆で言う、そのだから性行為に関しては早漏が治ったかっていうと、日によってはそれよりも早くなるっていうぐらい、なんかね、性行為に関しては前よりも良くなりました、僕はね。性行為に関しては、はい。だからこれはだからどうなんやろね、人によって言い悪いは全然あると思いますけど、僕はそっちでしたね。だからもう向けてる状態ですから、より敏感な状態ですから、よりそのなんて言うんですか、感度は良くなったんですが、これは慣れんと分からへんから、何ヶ月後になってみてですね。だから早漏に、早漏が治るっていうのは多分ですけど、すぐの人はむしろ早くなってるかもしれないですけど、何ヶ月後か慣れた時に、ずっと向けてる状態を、まあだから1年経ったらこれが当たり前になるじゃないですか。そうなるともしかしたら早漏がなくなるかもしれんなっていうのは思いました。今すぐではちょっと1ヶ月後ぐらいではわからないことかもしれないですね。これはね、めちゃくちゃありましたよ。僕良かった点で言うと、これもう本当にみんなそうやろなと思いますよ。銭湯ですよ。本当に銭湯行くときにね、もうやらなくていいわけですよ。脱いでペコっていうめくるのはね、やらなくていいわけですよ。で、まあ、そこのまあ面倒くさっていうのもあるんですけども、面倒くさがなくなったっていうのもあるんですけど、あともう一個はね、あこれやなと思ったんですけど、これだから例えば 僕はね、今 TikTok やってるんですよ、ね、で、まあ、一応フォロワー数がバーって上がっていて、今20万人ぐらいいるので、たまに気づいてもらえるんですよ。で、こないだ銭湯行った時にも気づいてもらったんですよ、ね、その時に思いました。俺やっててよかったなっていうの、なんか、まあ、タオルがバーってない時とかに、外気浴ね、やってる時とかにバーって声かけてもらう時があるんですよ。その時にほんまに慌ててその昔の名残でね、あ俺今どっちっていうのを見てしまったんですよ。あれ向けてるどっちって、違う俺もうやってんねやっていう、もうこれねめちゃくちゃ大きかったんですよ。でこれはだから僕は、じゃああなたはさ TikTok やってるから、まあ、業界芸能界入ってるからでしょって思うかもしれないですけど、これ皆さんにも共感できるところで、友達に会う可能性あるでしょ、急に友達に、その時も気にしなくていいよ、絶対1回目はあっどっちだったっけって思ってもらうと思います。これあるあるやと思います。でも見た瞬間に向けてるっていうので、なんか変な自信がつくというか、なんか一回り成長した状態で友達に、おー久しぶりって言えると思うんで、ここはねめちゃくちゃ良かったですね。あとおしっこね、これに関してはね、本当にね、パンパンの状態でね、膀胱パンパンの状態で行くときあるでしょ。例えばまあ授業が終わってとか、まあ、会議中でとかでね、授業中にずっとしたくなっててみたいな、なかなか言い出せなかったとかね、会議中でなんか今はさすがに行けへんなっていうときにバーって行くでしょ。でバーって取るでしょ。ほんですぐにおしっこするときに、法廷の状態やったらそのままやったらもうどっちゃ行くか分からへんじゃないですか。だからめくるでしょ。それがいらないよ。これほんま何秒、ほんま0個も何秒かもしれないですけど、これがねほんまに大きいです。関係ない、もうすぐ、これめちゃくちゃいいですよ。これはねちょっとしたことやと思うかもしれないですけど、本当にねちょっとしたストレスがね全部なくなっていくから、めちゃくちゃいいですっていう意味で、俺もほんまにねやった方がいいんちゃうかと思います。はい、
悪かったことがね、ないだからいいしかない、うん、これに関しては、はい、悪かったことはなかったです。そうですね、アドバイス、まあ受けるって決めてる人ですかね。受けるって決めてる人だったら、まあ不安はね、大丈夫だよって言っても、まあもちろん不安はあると思いますけど、まあ、改めて大丈夫ですよって。でまあ今まあ仮に悩んでる人がいたら、まあまあでもこれは本当にまあ人それぞれですけど、やったら分かると思います。やってみたら、ああ、なんであんなことで悩んでたんやろうな、なんでやらへんって思ってたんやろうなと思います。本当にやってみると結構いいことがいっぱいあるので、うん、まあ、僕は、MS クリニックさん、まあ、新宿のね、方に行かせていただいて手術してもらったんですけども、まあ大阪と横浜と名古屋と他にもありますので、ぶっちゃけこれ見ていただいていることは、多分 MS クリニックさんに行こうかなってこう悩んでおられる方がいると思うので、人生で1回じゃないですか、これに関しては。 MS クリニックさんだったら僕は大丈夫だと思います。はい、ここの4店舗だったら安心して、手術ねしていただけると思いますので、はい、この動画を見ていただいて悩んでいる方はぜひ、一度行ってみてください。